プリメーラ・ディビシオンは、チリにおける、最上位のサッカーリーグである。18チームが参加している。アソシアシオン・ナショナルデフトボル・プロフェッショナルによって、組織されている。2009年には、イフスによって、世界第9位のサッカーリーグに選出された。2017シーズン以降は、歴年1シーズン制を採用している。プリメーラ・ディビシオン・ウェヒカーナの形式に似ており、 チリにおけるプリメーラディビションは18クラブが参加する。1月頃から6月頃にかけてアペルトゥーラが、7月頃から12月頃にかけてクラウスウラが、それぞれラウンドロビン方式で行われる。全校キリーグはレギュラーシーズンと呼ばれ、それぞれのレギュラーシーズン終了後にはプレーオフが行われる。レギュラーシーズンの成績上位8クラブが2レグ制によるトーナメント戦を戦い、 全校期それぞれで優勝クラブが決定される。伝統的にチリのリーグ方式は1年間を一単位とし、全校期のリーグ戦の他にカップ戦を行っているが、2002年にメキシコリーグの形式を採用するまで参加クラブ数やリーグ形式は毎年のように変更されていた。プリメーラビートの間で昇降格が行われる。現在の形式では、会議クラブが、 プリメーラビーに降格する。上位3クラブは自動的に翌年のコパリベルタドーレス出場権を獲得する。チリに対して同大会の出場権は4枠を与えられているが、最後の枠はコパチリを制したクラブに与えられる。コパスダメリカーナの出場権もチリは4枠を与えられており、コパリベルタドーレスの出場権を得ていないクラブの中で、 シーズン成績が良い順に与えられる。A はアペルトゥーラ、C はクラウスーラ、T はトランシション。優勝経験があるのは16のクラブであり、そのうち11のクラブは2度以上の優勝経験がある。CSD コロコロが最多32回の優勝を誇り、ウニベルシダデチレ、ウニベルシダカトリカが続いている。 リーグ連覇を果たした経験があるのは CD マガラネス、CD コブレロア、ウニベルシダデチレ、CSD コロコロ、ウニベルシダカトリカの5クラブのみである。最多連覇記録は CSD コロコロが保持している。優勝回数の多いクラブは CD コブレロア以外イとサンティアゴに集中している。ありがとうございます。